さあ今回はね、はい、インテンショナル低い球、低い球インテンショナル低い球、まあ、インテンショナルって、まあ、意図的にね、あの低いボールを打ちますよと、はいはい、いうのをちょっとやりたいと思います。はい、多分セットアップとしてはね、アマチュアの人たちね、はい、相当ボール右に置くのね、こうやってね、そうですね、うん、で体重も左みたいなね、はいはいはい、で、まあ、構え方はこんな感じだと思うんだよ、はい、で打つ時にもう頭の位置ってボールよりも左にあるんだけど、さらにこう、あ、ちょっと危険だよねこれね、まあ、刺さっちゃうし、ちょっと打ってみていい、はい、ちょっと軽くね怪我しちゃうといけないんで、はい、こんな感じ。あ、もう軽く振っただけでこんなに負荷が入っちゃう、まあ、これしかもそれで低い球打とうと思ったら左引っ掛けますよね。すごい引っ掛けたよね今。まずはボールのポジションなんだけど、はい、私いつもこうやって左のかかとから10センチとかって言ってるじゃないですか、はい、まずここで構えてください、はい、あんなに右に持っていかないで、もう左かかと線上から10センチでいいですまずは、はい、それでね、まあ、もちろんちょっとコントロールしたいんで、はい、少しだけ短く握ります、はい、ほんのちょっとね、ちょっとだけ、そして握り拳半個分だけちょっと左にやる、はい、それとウエイトの配分を五分五分じゃなくて6対4、はい、ウエイトの配分をまずは6対4と、はい、グリップのポジションをグリップ半個分左にちょっと持ってきます、はい、もうこれだけです。おう、あとはこの6対4になったものを、はい、わざわざバックスイングで今度また5対5とか6対4乗せない、うん、6対4のまま、はい、ある程度よ、はい、ある程度6対4のままトップ作って、はい、で6対4のまま戻してくる。しかもあまり体重はあれですね、左右に体重移動するようなイメージではないっていう、はい、まあダウンスイングからインパクトフォロースルーにかけては、はい、6-4っていうのが7対3とか8対2とかになっていくのは OK ね、はいはい、左に乗っていくのはね、うん、ただテイクバックの時にトップに行くまでに6対4をあまり変えない方がいいですよってこと、はい、じゃないと何でかっていうと、せっかくこうやって構えてるのに、はい、こうやって上げてこうやって振る人がいるんですよ、うん、もっと戻っちゃうし、そう、それより煽っちゃう、ね、そう逆のパターンがあるんでね、はい、でちょっと軽く振るんですよ、だからはい、6対4キープしていつものポジションまでは上げれないんで、はい、構えを作ってちょっと打ってみますよ、はい、構えて、こんな感じ、完璧です。それ6番ですね、ちなみに6番、はい、はい、何ヤードぐらい飛んでるんだろうな、普通だったら僕180ぐらいかな、これ、はい、6番今ので150ぐらい多分いってると思います。まあでも下が硬かったらね、結局180ぐらいいきますもんね、まあ、いってる時もあるとは思いますけど、
まあ、それはもうその条件、その気候とか気温とか、はい、もう条件ですごい変わってくるからね、うん、まあ、一概に何ヤード飛びますよっていうことは言えないと思います、はい、うん、まあ、今セットアップは分かったと思います、はい、スイング中にちょっと気をつけてることが僕はいくつかあるんだけど、はいはい、特に大事です。やっぱりこう低い球を打とうとすると、はい、どうしてもこう打ち込まなきゃいけない、ハンドファーストに持っていかなきゃいけないと思って、はい、すごいこう突っ込んじゃう、左前に行きますね。なので僕は最初のセットアップのポジションでできたボールとネットの距離、はい、これを常にこう一定に保つ。あ、なるほど。近づくこともなければ遠ざかることもないっていう、ね、はい、そうすることによってさっき言ったドサッてこう入っていく、はい、こう鋭角に入っていく動きで手首痛めなかったりとか、はい、とにかく抜けが良くなります。ここの距離感が安定すると。なるほど。ただやっぱりこう動いてる最中にこの距離感を保つっていうのは相当こうね、体感も必要、はい、なのでできない人は軽く振ってください、はい、軽く振ってあげると保ちやすいです、うん、ちょっとそこでもう一回ちょっと打ってみたいと思います。そこを意識しながらね、はい、ああこれ完璧、ああこれ完璧、ああこれ完璧、やっぱ抜けがすごくスムーズ。おー、なるほど。あんまりこう刺さってないですね、はい、僕も悪い時は刺さるんですけどね。だからそういう今言った注意点を、はい、意識しながらこうちょっと低いボールを打つ練習、ぜひこれやってもらいたいなと思います。まあ、これちょっと補足になるんですけど、はい、ローボール打つときにね、はい、もう一個大切なことがありました、はい、目線ですね、はい、低いボール打つときはもちろんね、やっぱりこうターゲットにしたい高さにちゃんと抑えてください、はい、やっぱり低いボール打ちたいのに目線だけが高いところ行ってたら多分すごい高い打ち方になっちゃうんで、うん、できるだけ目線を低くして、そしてその目線に対して振っていくって。なので終わった後もずっとこう目線っていうのは低い位置にあると思います、はい、